時間取れるかな？私たちとパーティー組んでほしいんだけど。いや、そういうわけじゃないんだけどね。なんでもないわよ。私とリズさんだとちょっとレベルが足りない場所なんです。場所はあそこのダンジョンの奥よ。私とリズさんでクエストを進めてたんですけど、最後に秘密のお店に行かなきゃいけないって分かったんです。クエストに成功すればお店の NPC からアイテムがもらえるんだけど、その NPC が人間不信っていう設定でさ。クエストを成功させるには私たちがその NPC に危害を加える存在じゃないって証明しないといけないみたいなんです。それだけじゃなくて、その装備を全部集めた事前情報だと、下着とタオル以外はダメだって。なのよ。最初は騙されてるのかなとも思ったんだけど、情報の出どころは信用があったし。だからキリトには私たちが無防備になる間守っててほしいの。ありがとうございます、キリトさん。そう言ってくれると思ってた。じゃあ早速出発しよう。私たちはこの辺りで脱いでいかなきゃいけないから。それだと店の中から NPC に見られちゃう可能性がありますから。今から脱ぐから、目はしっかり閉じて、絶対に開けたらダメだからね。ならこっちを見ないで。見たら承知しないからね。すみません、キリトさん。それじゃよろしくお願いします。じゃあキリトはここで待ってて。ごめんキリト、今は何も聞かないで。クエスト無事達成できましたね。しただけあっていいものが手に入ったわ。これならみんなにも教えてあげてもいいですね。そうね、フェイク情報じゃないこともちゃんと分かったことだしね。はい、予想以上でした。ところでキリト、あんたはなんでこっちを見ているのかしら。いいから、あんたはあっちを向いてなさい。
お疲れ様、キリト。ありがとね。やっぱり、それ、聞くの？リズさん、いいじゃないですか。手伝ってもらったんですし。まあ、そうだけど。あの NPC のお店、実は、オーダーメイドの下着を作ってくれるお店なんです。つけ心地がとっても良くて、すごく気分がいいんです。普通のアイテムだったら見せてあげられるんだけどね。私も、聞かなかったことにしておいてあげるわ。